潮には、ジョージアのムツヘタムティアネティ州カズベギ地区にある村落。海抜は1860メートル。ステパンツミンダの南方約8キロメートルに位置する。潮には、ヘビ地方において、最も古い集落の一つである。戦略的な観点から、中世初期には、非常に重要視された場所である。歴史家、ニコロズベルゼニシビリによると、ヘビ地方はもともとムティウラティ地方と、 行政的に分離されており、当初より軍事行政官によって管理されていた。ゼグリスデバによると、14世紀頃の行政官は、シオニエリスタビと呼ばれており、ヘビ地方の支配者の座はシオニであったと考えられている。シオニエリスタビは、カルトリ王国に従属した。17世紀に王権が弱まり、ヘビ地方において、アラグビ広国の影響力が強まった後も、彼らは、 かつての故障のまま使用にエリスタビとして言及された。塩ににある防衛施設の移行は、中世初期に築かれたと考えられている。アラグビ広告が途絶えると、塩にはカルトリ王国の宮廷領となった。ロシア帝国によるジョージア併合後は、ロシア政府がジョージア軍道を整備するとともに、塩にを非常に重視した。年、東部ジョージアの山岳住民が、 ロシア帝国の支配に抵抗し、シオニを要塞化した。大規模な戦闘の後、ロシア軍は要塞を占領した。19世紀後半頃より、シオニの村は開けた場所へと移動した。シオニ聖堂と監視塔村には9世紀から10世紀、頃に建てられたシオニ聖堂があり、蛇塩ニと呼ばれている。三老式走り下の構造を持ち、 様々な大きさの立方形の石で作られている。基礎部分はもともと十字架で飾られており、現在は記念の石碑が置かれている。八角形の年始には、遊むタブルリの碑文が刻まれている。聖堂には、聖母マリアと赤ん坊の像の跡があり、石の上に保護されている。聖堂の聖壁には、絵画の跡がある。聖堂の入り口には、 警告の長老たちが腰を伸ばすための石の椅子やベンチが設置されている。聖堂の近く、険しい崖の端には4階建てピラミッド構造の監視塔がある。国勢調査による人口は次の通り。ありがとうございます。